はい、今回なんですけど、なんと、ある芸能人の方とこれから、対談したいと思います。その方は僕めちゃくちゃお世話になってきたんですよ。僕が本当に困ってピンチの時にすごく優しく手を差し伸べてくれた女神みたいな。女神、みんな知ってる女神。いや、みんな知ってる女神の、まあ、ちょっと大体想像つきましたけど、はい、でね、僕、この本出したんで、はい、まあ、ちょっと本も渡したいなと思って。なるほど。だって思い返せば、まあ、その方と旅行行ったのは2年前ぐらいかな。え、2年前ですか？2年前、いや、俺2年半か、2年半前に旅行に行ってたりしてて、はいはいはい、しかもあの事件の渦中の時よ、そんなやつと大物芸能人が行きたくないじゃん。いや、まあ、そこを行ってくれて、しかも、まあ、これ後で話すんだけど、いろいろ力使ってる。権力も使ってくれた、まあ、でも本当にね、おかげさまで復活してね、この方も今もう10万部ね突破間近なんですけど、ありがたいこと、ここまで復活できたんで、ちょっと改めてお礼も述べて、まあ、動画も撮りたいなと。なるほど。ちょっと行ってみましょう。ちょっと待たしてるんで。でも、あの、本当注意しないといけないのは、はい、もう怒らせたらめちゃくちゃ怖いから。ちょっと待ってください。芸能人の応募すよ。失礼は絶対ないように。わかりました。それだけ頼むよ。わかりました。今家の前なんですけど、僕家行ったことないんですよ、はいはいはい、しかも僕と結構ご近所さんで、お城みたいじゃないですか。要塞これ、なんかの要塞でしょこれ。やばいよこれ。ものすごいですねこれ。多分普段公開絶対しないんですけど、はい、まあ、僕がお願いすればもしかしたらしてくれるかもしれないけど、僕がお願いしたら多分してくれます。まあ、もしかしたら家の中は見れるってことですか。はい、すごい、緊張するな。あ、こんばんは。これ入れるんじゃないですか。あ、ここ入っていいの。あ、入っていいの。入っていけなんだ。いや、え、一旦待っ、そこで待った方がいいかもしれない。なんで？大丈夫ですか、ね、ちょっと。聞いてみよう。失礼だった、怒られちゃう。あ、お疲れ様です。あ、わかりました。はい、よかった、よかった。はい、今、すぐ来ます。あれ、あれ、あれ、あれ。あ、どうも。あ、いいですか？ありがとうございます。ご無沙汰してます。どうも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 。おー、初めて来ますよ、夫人の家に。おー、はい。おー、すごい。お邪魔します。ベビー夫人だった。よろしくお願いします。すごい突然押しかけてしまった。すごいっすね。お城っすかこれ。今度あなたのないお住まいを。あ、ぜひぜひ、はい、いいですか、ちょっとお邪魔します。どうぞお邪魔します。はい、すごい。いや、すごいね。え、なんすかこれ。なんか王宮っすか。いえいえいえ、宮殿みたいになってますね。これ内装どんくらいかかってるんですか。すごいっすね。そう、これリビングですか。これサロンです。あ、サロン。リビングが隣。はいはいはい、はい、で、ワンちゃんが10匹うようよしてます、で、右奥にダイニングルームがあって、はいはい、あ、で、ここはお客さんが来るよ。そうそう、来客用みたいな、ね、はい、今日もかっこいいっすね。そう。これ、すごくないですか。あ、大きい。自分ぐらいしか似合わないですよ、そんな。そう。で、これは自宅でしょ。そう、自宅の宅でした。綺麗。あの、お庭で明かりをつけたところがあって。お庭とかあるんですね。やばくない？やばいっすね。ちょっと、やばい。言葉がちょっと出ない。もう言葉が出ない。これもうなんか、輸入品でしょ。あ、これはニューヨークから送られてました。このテーブルね、6人ぐらいじゃなくて持ち上がらないぐらいの。1トン近いんですよ。1トン、うん、?1 トンあるんですか？1トン。宝石が散りばめられてるのよ。ラピスラザリとか、メノとか、ヤングジェイドとか、からこの辺がアメティスト。あ、すごい。これは娘が私にプレゼントする。この中で一番高いのっていくらぐらいですか。そうね。どれだろう。ちょっと見ていいですか、ここ。写真がめちゃくちゃ並んでる。写して大丈夫なやつですか。え、触っても大丈夫です。触ってもいいわ。触れない、怖くて。地球魚。これも宝石。そう、これ宝石。え、ちょっと持ち上げてごらんなさい。持ち上げたくないけど。持ち上げ。あ、重い。めっちゃ重い。重い、重い、重い、重い。すごい。どこで買うんですか、これ。どこで見たことない。どこで売ってるんですか。これはマイセン。これは黒木先生の。めっちゃ高そうじゃないですか。ね、そうですね。もうレベルが違うって。これも宝石が入ってるんですね。宝石だらけですね。宝石しかない。これいくらぐらい？ないっしょ。まずいんだれは。まずいまずい。これ
出ませんパンダの主人公パンダの格好して本当に来たんですかこれ来ましたよこれ私が踊ってるところ綺麗ですね、うん、これは私の若い頃大統領との写真パンダになったらいろいろすごいですね幅広いこれってこれ日本にあるもんじゃないですよね基本的に海外からですよねあそうですね通るのが怖い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 やばいよ怖い壊したら死ぬよだからもうセンスがすごいですよね、うん、日本にあるものじゃないもん全部海外のいいものがいっぱいあるそうですね骨董品的な全部ベニチアングラスですねこれどこで買うんですかベニチ現地で買うんですかいやこういうのを集めている美術館が閉鎖されて、はい、でオークションに出されたんです、はいそれで私変えた何言ってるか分かんないあじゃあ普通は手に入んないですね絶対そうだよねなんか値段聞くのも野暮値段聞くのも値段とかないでしょ多分もう売ってないでしょ多分そうですねはい、ということで夫人の別宅ですよね、はい、別宅にお招きいただいたんですけどもまたこれもすごいですね、まあ、すごい女の子のお部屋っていう感じですよねでこれは何ですかあこれは、はい、シャンペンですけどシャンペンデビーのティーおすごっ、はい、これ見てすごくないこれ何ですかこれ何でもありますね本当にねカキピーまでいただきましたはいカキピー夫人カキピーとか食べれるんですかあカキピー大好きですねですか意外ですねもちろんフォアグラもキャビアも好きですけど、はい、あキャビアも出せばよかったねキャビアは私自分のキャビアあるのよ自分のキャビア、うん、そうキャビア作ってるんですかビザンテって琵琶湖みたいに大きな湖があっておお、はい、ありがとうございます。夫人のこれ指輪がすごいですね。はい。これ何カラットなんですかそれ？これ中央が19カラットあって、ああ全部で43カラット。43カラットって何ですか？はい、あ、すいません、ありがとうございます。ごめんなさい。夫人についていただくなんてレアですね。はい。すみません。あんま慣れてないんですみません。慣れてないです。こんな感じですかね。少しずつ、ね、少しずつ。つげば、はい、泡は大丈夫です。こんな感じですかね、はい、じゃあ改めましてよろしくお願いしますこれ、さくらんぼがついてる私はリンゴあうまいですね、シャンペンすいません、いきなり押しかけちゃったんですけど実はちょっと夫人にですね、ちょっと言いたいことがありましてあ、そう、はい、ちょっとお礼を申し上げたいなと思って来たんですよ夫人何のお礼かあれ覚えてますよ僕ほらみんな知ってると思うんですけど2019年の、まあ、2月12日に例の国税の件でやられたんですよいやもうちょっとでも国税にやられるぐらいあなたお金を儲けたっていうことよねまあまあまあそうですねでその後に僕やっぱりでもほら捕まったりとかニュースですごい流れたんでやっぱ離れたって人も多かったんですけどその時夫人がなんかこうお叱り会って言ってもう出てきた直後に会を開いてくれたんですよ、まあ、一応お叱り会っていう名前だったんですけどなんかこう励ましてくれて頑張りなさいよっていうことでですね温かくというか背中を押していただいてそこからもう3年が経つんですよ早いね、早いですよね今夜のごとしって言いますけれどで僕本当に今これこの僕のチャンネル多分流れてるんですけど、まあ、あれからいろいろあって YouTube やったりとかして、うん、今60万人とか登録者がいてでもあなた一回なんかひどいおバカさんみたいなことしたじゃんそれも私に怒られたいやそう怒られたいや電話あれ消せないですかねいやあれはやっぱりほら僕の話なんてあれ誰も聞いてくれなかったんでそうちょっと弁解させてほしいんですけど誰も聞いてくれなかったんですよでもあの事件ってやっぱ思うことがあってでも YouTube もやってなかった聞いてくれないんで変なこといっぱいやって興味を集めてから言おうと思ったそれもじゃああなたの計算僕あれ計算ですよあれあそう夫人あれ本当にやってたと思ってましたバカなこと何やってんのかしらと電話来ましたもんその時もう何やってるんだってそうでも、はい、あなたがまだ謹慎中っていうか、はい、パスポートかなんか取り上げられちゃってそれもね今日僕これ本当に改めてお礼言わないといけないなと思っててこの間ちょっと TikTok かなんかでちょっと僕喋っちゃったんですよそれすごく再生取れ、まあ、バズっててでもこの話初公開なんですけど当時はさすがに僕もそういう身だったんで写真とか上げてなかったんですけどあれそれ捕まって3ヶ月後ぐらいかな半年ぐらいですね事件が起きて半年後ぐらいに夫人からモナコに誘ってもらったんですよ
でモナコに夫人何しに行くんですかって聞いたら、なんか国王に会いに行くみたいなこと言ってて国王じゃなくてモナコ公国の元首、はい、はいはい、だからモナコの一番偉い人に会いに行くんですよね。そうですね。で何言ってんだろうなと思って、でも夫人に誘っていただいて、やっぱ僕も元気なかったんで、じゃあ行かせてくださいって言ったんですよ。でも残念なことにパスポートがね取られてたんですよ僕。取り上げられて、そう保釈中だったん でそしたら普通それでも諦めるんですけど、まあ、夫人に言ったら、あれ裁判所に電話してくれたんですよ。ね、はい、それはあなたからお話聞いて、はいはい、あの時はあの若い日本のビジネスマンをあちらにお連れして、はいはい、あちらのビジネスの方たちと交流を開くっていうの意味もあって、はいはいはい、でモナコ公国のアルベルト大公がご出席なさっている上、はいはいはい、それで私の弁護士にとてもいい文章を書いていただいて、はい、私が保証するから国外には逃亡しません、はい、させません必ず彼を日本国に持って帰連れて帰りますと、はいはい、まあ、私が保証人となるって、はいはいはい、でとってもいい手紙を書いて裁判所に提出して、はい、で許可をいただいて、はい、パスポートが戻ってきた。そうなんですよ、すごくないですか。だって普通保釈中って絶対海外行けないのにもうこれ今だから言えるんですけど、夫人が一歩言ってくれたら行けたんですよね。そうね、はい、で本当になんかモナコのすげえ偉い人と行きましたよ ね連れてっていただいてパーティーに。いや楽しかったですよ。でもあんなことがあって本当僕どん底だったんで、やっぱ夫人のあの時の気持ちがすごく嬉しくて、ちょっと改めてこうもうこのエピソード話したいなと思って今日ここにやってきたんですけども、あの時なんで夫人は優しくしてくれたんですか。いやあなた、はい、まず、はい、お若いのに成功して、はい、容姿もとっても綺麗だし、はい、清潔そうだし、はい、そしてあの大変頭の鋭い人っていう印象があって、はい、この人をこういうことで潰しちゃいけないなと思って、はいはい、それから国税のあり方も私ちょっと非常に不満というか抵抗を感じていて、私も税務署と何回かやり合って最高裁まで行って戦ったんですけど、結局私は負けたんですけどね。あの国税のあり方にちょっと私不満を持ってたのと、今でも国税で戦ってるんですけどね。あ、そうなんですか。そうでも諦めざるを得ない、もうむしろ取られてます。はい、いやそうなんですね。もうね、私日本へ帰ってきて本当にあの国税との争いがもう3回ありましたね。3回もやったんですか。一番最初はフランスの私が40年間住んでいたマンションを売って、はい、フランスは3割税金を納める正式に、はいはい、あの売った途端にあの棒引きのように引かれちゃってるんですね、はい、その他にローヤーだ不動産業者だノタリーだなんだかんだって、ですから4割5分ぐらいのお金もうそこでもうなくなってるわけですよ、はいはいはい、5割5分ぐらいのお金を今のお家を買うのに送ったんですね。さっきのお家ですね。そして3年ぐらい経ちましたらね、住んでてでも、はい、あのこれだけのお金をあなた自分の口座に送金フランスからしてますけど、これは何のお金ですかって言われたんで、私正直にね、あ不動産を売ったお金ですって言ったんですね、はいはい、そしたら申告しなかったって言われて、それ二重課税じゃないですか。フランスで1回払ってるんですよね。それでフランスの弁護士がフランスの不動産を売った場合はフランスの国で税金を納めればもうそれでいいって、もう絶対にあの日本の政府にあの税金を納める必要ない、うんうん、書いてくださったんですけれど、あの要するに私あのクーデターの後、はい、フランスに亡命しましたでしょ。自分の名前で不動産を持つっていうことがあのできなかったので、はい、あのパナマの会社の名前にしちゃったんですね。で売りましたでしょなんかもうスケールが違いすぎても、そしたらば、はい、これは会社のオーナーシップのものを売って私の個人口座にお金を入れた、これは配当金であるって言われて、うん、私そういう知識全くない、うん、だって40年間自分が住んでいて税金から維持費から何から全部私個人が払っていて、私ものだと思ってますよね。でしかもその会社は私が 100% 株主、そしたらそれがいけないんですよ。配当金であるから税金払え。で最高裁は戦いました。結局私負けて、で3年後に来ましたから3年前に申告しなきゃいけなかったのにあの払わなかったから延滞金が3年間分利息的なね、はいはいはい、びっくりですよ、でもう一つはね、私あのイブラ音楽財団の名誉会長してるんですよ、はい、ニューヨークの、はい、で恵まれな音楽家たちにコンクールをして優勝者たちをニューヨークのカーネギーホールに呼んであげて、
1年間彼たちをいろんなところにお披露目をして世の中に紹介してあげるっていうことをしてるんですけれども、ボランティア活動ですよね。はい、でニューヨークのカーネギーホールでのコンサートの後日本に来て、清居ホールとか、初代のオペラシティでコンサートを開いてあげたんですね。ところが日本の場合無名の音楽家たちに券誰も買ってくれませんよね。それでお金を出してお客さんも収集してくだ集客してくださる会社があってそこに頼んだんですね。でやっぱりアーティストにとって観客がいっぱいでもう大拍手、それが何よりも嬉しいことですから、そうですね、箱をいっぱいにしました。お金払って集めてもらって、で、アーティストたちの飛行機代、ホテル代、食費、楽器を運ぶお金とか全部くるめて大変な額だったんですけれど、それ2年続けたんですね。でなぜ続けたかっていうと、オペラシティが毎年やるんだったらお値段これだけ安くしてっていう割安になるっていうんで毎年するって約束したんですね。だから2年目にまた税務署が来て、あなたチケット売りませんでしたねって、これはあなたの道楽、あなたの趣味ですよね。で贈与税のように 100% かかってきたんですよ。だって信じられませんよ。売上ゼロですよね。売上ゼロでも税金取られるんですか。もう日本の税法って本当におかしくって、私がねチケット売らなかった、これは営利を目的としてない、営利を目的としていれば毎年赤字でも何年間の赤字でもいいんですって。だから結局いいことをすると日本は罰せられるんですよ。そんなことあるんですか。わかる、あなた私の無念さ。いや、いや、それは無念ですよ。それは私のような人間がアーティストを育てなくって恵まれない人たちを育てなくて誰がやるんですかって、それ言った、今怒りました。ちゃんともう大喧嘩しました。でも結局私が負けました。それでもう3年目からもうできない。こんなもう剥ぎ取られるんだったらば、もうってずっとやってなかったんですけど、あれから15年ぐらい経ってまた始めたんですけど、じゃあ営利を目的とすればいいんですねみたいな感じで優しいですよね。やっぱそういうなんかこう才能あるけど日の目を浴びてない人にすごい支援されてるじゃないですか。そうですね。あと僕ニュースで見たんですけど、あの口笛の子、僕もなんか何回かお会いさせてもらったことあるんですけど、あの子もだって家提供して、あ、そう、ここに住んでます。ですよね、彼のために特別なお部屋作りました、そういうコンクールっていうかそういう発表するところに出してあげたりしてるの僕知ってたんで、僕も見たことあるんで、あのニュースね、テレビにも随分 ね出させていただいたりして、夫人の力で、まあ、本人も努力もあったかもしれないですけど、かなりこううまくいってるんじゃないですか。有名になったんですよね。例えば、これポアンデビューっていう本なんですけど、これは世界の王室とスーパーセレブの本で、まず世界の王室とこれ売ってるんですか。あ、売ってるんですけれども、世界の王室とスーパーセレブの本だって読むだけであるんですか。世界の王室の本見てる人初めて見ました。あ、そう。日本の王室も出ますよ。あ、本当だ、天皇の、はい、お、本当だ。この辺から私のページが始まります。あ、本当だ、その辺が出てきますね。これはあの動物愛護のチャリティーなんですけれども、あなた招待状送っても送ってもあなた一度も来てくれた。いや、僕行きましたよ。いやいや、何回も行きましたよ。ちゃんとテーブル埋めましたよ、何回も。イブラグランドアワージャパン、これは去年のですね、清居ホールでしたものです。こういうことを18年ぐらい前にやって、世界と王室のスーパーセレブ誌。これ私の30記念。お、本当だ、すごい。ありますよ。夫人のパリ時代の写真がありますよ。夫人は今までどこの国に住んでたんですか。インドネシア。インドネシア20年、合計でね、最初10年、でパリが10年、ニューヨークが10年、ニューヨークもまたインドネシアに戻って、で日本何年ですか。日本20年なんです。どこの国が一番良かったですか。私が好きなのはスイスですけど、楽しかったのはやっぱりフランスですね。デビスからのパリ時代。パリ時代って何ですか。あれは何時代があるんですか。すげえ、これ夫人ですか。そうです。うわ、綺麗ですね。バランド、
お化粧品で、はい、エスティローラー、わかりますよ、はい、これ私が2回婚約した、うーん、サブラン公爵と銀行家、これはすごっ、めちゃくちゃすごくない、これこれは仮装パーティーですね、メルヘンの世界、ヘリコプターに乗ってアスコット競馬場に行くところこれサルバドル・ダリ、これはケント公夫妻ですね、エリザベス女王のいとこ、うん、これはカタールの王様です、うーん、これは第5代インドネシア大統領、私の娘、お姉さんですね、うーん、これはデイビッド・コホといってアメリカの有数なお金持ちで、ニューヨークシティバレーに250億ぐらい寄付して、今デイビッド候補手当になってますね。これはブルームバーグ。おー、ブルームバーグ、そう、あの金融の神様、そうよ、はー、で大統領選に出て負けたっていうか辞退した、はいはいはい、でもブルームバーグの名前知っててくださって嬉しいわ、だってもうちょっと雑誌とかウェブメディアもありますよねこの方ヒルベルト・ドゥ・サボイさん、イタリーの王様の孫ですね、これはあなたもアルベルト太鼓、モナコの、モナコ、モナコのこの人と僕会って握手してもらいましたよ、夫人のご紹介で、そうそうそう、へー、あ、これですよ、これこの時のパーティーに僕も一緒に連れてってもらった、これ2019年7月、うん、あ、なるほど、さっきの話これですそう、さっきの話、そうそう、さっきの話で、この方がモナコ の, ビジネスクラブの会長さ、うん、でこの方はロシアのロマノフ家の最後のプリンセスです、うん、でこの方はユーゴスラビアの王子様、サルジュでユーゴスラビ、これは私が日本から連れた方々ですね、この方がもうサボイ家のお姫様でガブリエル様、この方はフランスのサルコジ大統領夫人、これはインドネシアの結婚式です、すごいですね、インドネシアの結婚式すごいですね、うん、こんな感じです、やべえや夫人が作られてる、そうそうそう、おお、すげえ、これ夫人のマークですよね、そうです、私のロゴです、これ なんて読むんですか、ロイヤルギザンテ、何でもやってますね何でも出てくるんですよ、縁があってね、シャンパンからキャビアから何でも出てきますよこれ夫人どっから買えるんですか、今デパ地下とかいろんなところと交渉して、そもそも夫人ってインドネシアの女王様だったんですね、いやいや、インドネシアの初代大統領と結婚しただけです、はいはい、それどうやって結婚するんですか、どうやって結婚するんですか、はい、どうやって結婚するんですか、私 の本をお読みください、はいはいはい、回想記持ってきて、はい、ここに書いてあるわけですね、そうですよ、読んでください、日本人でただ一人外国人国家元首の妻となった女性の波乱に満ちた人生、すごいね、テレビをご覧の皆様、はい、ぜひ、テレビじゃないです、 YouTube です、 YouTube をご覧の皆様、はい、私の回想記、はい、ぜひ買って読んでください、全てが分かります、ね、私の全ては書いてございます、インドネシアに行ったらなんかすごいらしいですよ、でも護衛が、あ、そうです、ね、なんかすごいって一緒に行った友達が言ってました、ポリスのエスコートでホテルまで行ってとか、はいはいはい、どうなんですかその暮らしは、まあ、今から60年前の話ですか、あ、いやでも興味ありますよ、だって教えてほしいです、どうなんですか暮らしぶりは、はい、それはここではお話しないでもう一口でお話しできるようなものではないので、今から60年前ですから、1959年です、1959年、私昭和とか平成とか言われるとわからないんですよ、昭和34年ですかね、1959年、で夫人めちゃくちゃ元気ですよね、僕モナコにご一緒させてもらってびっくりしましたもん、夫人が一番元気でしたよそうだって結構お酒バンバン飲むじゃないですか、そうですね、しかもなんか朝まで飲みますよね夫人、そうむっちゃすごいですよどっからそんな元気が来てんのかなと思って、もう男たちはみんなダウンしてるのに夫人だけ飲み続けるみたいなすごいなと思って ね本当にこんな頑丈な体に産んでくれた、ね、両親に感謝しなきゃ、でも多分精神力だと思います、うーん、でも夫人ね、これだけねすごいねセレブリティな生活されて、でもこうイッテ Q とかいろいろメディアにも出られてるじゃないですか、なんでこうメディアでいろんな人に、あの出演続けてるっていうのは、はいはい、テレビの影響っていうか、うんうん、大きいじゃないですか、はいはいはい、ものすごくね、何かイベントしてチャリティーのイベントや何かするときに、うんうんうん、やっぱり有名である方が集客が早い、集客力ですね、でそれと私何
にでもこう挑んでみる、ね、そう体を張れれますよね夫人結構、あの人にできて私にできないっていうことない、あの人も人間私も人間同じ人間だったら私もできるはず、うん、ということで何事にも挑む、チャレンジしてみる、でそれがもう諦めた時私は自分が年取った時かなと、いい言葉ですね、だからいつまでも若くありたいっていうのは、うん、何事にも興味を持つ、何事にも好奇心を持つ、何事にも探求心を持つ、それが若さの秘訣かなと思って、やっぱりいろんなこと挑戦してる楽しいですか、やっぱりできたっていうその達成感、この達成感は何事にも変えられないものですよね。最近なんかあります、達成感感じたこと。最近ね外国に行けないじゃないですか。あ、そっか、はいはいはい、ね、でもやっぱり出川ガールズより私の方が密林の中は歩くの早いですし、ね、疲れたって絶対言わない、女の子たちはもういや疲れた、どう休みましょう、私まで行きましょう、はい、行きましょうって。出川さんはどうですか。出川さんもなんかやっぱりあの私ご一緒じゃなかったんですけれども、やっぱり水の中に入ってイルカとあのいろんなことをするっていうのをこの間のは見たらば今年を見せたのかなと思いましたね夫人の方が元気ですよね夫人って夢とかってあるんですか。夢、はい、夢っていうかもうなんか叶えたいことみたいな、そうね、もう天からお金がたくさん降ってきたらば、はい、山をいくつか買ってあのみなしごになったあの動物、小動物やなんかを飼いたいなって育ててあげたいなと思ったんですけど、はい、なんか北海道で一人男性がすごいことやってるのね、それで、あ、ここまで私できないなと思って、例えばライオンと一緒の餌を一緒に食べるとか、クマと一緒に寝るとか、すごい方がいた、でそこが閉館になったみたいなんですけど。夫人って嫌いな人とかいるんですか、こういう人が嫌いだとか。あ、私結構人見知りですいや嘘だ絶対それは嘘っす。まずあの私の前に現れた時に醸し出すものが不景気な人は寄せ付けない、はい、あ、不景気ダメですか。はい、そうですね、なんか災いを持ってきそうな感じ、ね、不景気なような感じの人は嫌です。あなたは景気いいです。景気いいですか、大丈夫ですか大丈夫です身だしなみもでもあと大事ですよね。あ、そうですね、はい、夫人の周りにいらっしゃる男性の方とかってもみんなピシッとしてるんですよ本当に、ね、夫人が多分いろいろ教えてますもん ね、はい、まずヘアスタイルが嫌いだと私の美容院に連れてってヘアスタイル直させますあとジャケットですよね、フォーマルの、はい、私もやっぱジャケット着てないんですけどYouTube をだけやってるんですか。そんなことないですよね。え、YouTube、 あ、いろんなことやってるんですけど、これは YouTube 撮ってます。で、あなたは、あ、青汁はまだやってる。あ、青汁は今はやってないです。やってない、はい、でもなんかですごく儲けてらっしゃるね、はい、だって一月1500万の家賃のビルに入ってるって聞きましたけど。自宅はそうですね、一棟借りてるんでそれぐらいです、うん、3階に住んでるんですか。そうです、そうです。で、1、2階がオフィス、2階がオフィスですね。2階は、はい、1階は僕1階とか他の部屋は僕がお金を出してる会社の社長が住んでます。いろんな会社はオーナーみたいな株主ですね。いくつか会社があってあなたがオーナーで、はい、僕は株主で、でその会社いくつの会社にそれぞれの社長が1階にいる。そうです、そうです、そうです、そういうことになってます。そういうこと、はい、それで会社を飲ませて、私行ってみたいわ、はい、ぜひぜひ今度来てください、今度じゃあ夫人をご招待させていただく企画取りましょう、ね、今度あなたのビルでしましょう、はい、そうですね、はい、ね、もう多分ここから本当歩いてすぐですよ。さんのお家があるじゃない、はい、の後ろあたり、はい、もうすぐとすぐです。後ろって何歳いいのかな、斜め後ろくらい、斜め後ろ、はい、さんの辺、あ、そう、まあ多分使えないですけどさんの家の前です。あ、これピース超大物の名前ばっかなんで夫人の交友関係すごいですよね。本当なんか国王みたいな人とかと平気でポンポン連絡取るし、だって日本の芸能人とかも結構いっぱいねお付き合いありますよね。日本の芸能界の方とだけ全然縁ないです。え、そうですか。だって夫人のパーティー結構来てません、いろいろ。あ、それはお呼びして来ていただいてるってことで、うんうん、個人的にお付き合いある方たちって、ね、本当に少ないですね。へえ、ちゃん最近ね、でもよく頭悪いかな、悪しいかな、もうこれ使っていきましょう、大丈夫です。
ここはなしね。なし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 。ピーでいきます。ピー。その代わりナチュラルで可愛らしい、もう本当にあの自然体ですごく可愛らしい、綺麗だしなんですけど。逆に嫌いな芸能人とかいるんですか？嫌いな芸能人、はい、いますけど、それは言わない。怖いし。こじるりとはどうだったんですか？あの子はね、審査委員長でなんかポカやった。あの子はちょっとおバカさんをしたんですよね。なんか一応仲直りしたみたいなニュアンスのこと。そうもう許してあげましたけど、っていうかあの私あの先ほどの話になりますけどね、何でも挑戦するの好きじゃないですか、はいはいはい、もう70過ぎてから始めたポールダンス、もうももなんか真っ青になる、週2回かな3回かレッスンして挑戦して大変だったんですよ。で、あれさんまさんの番組でしたよね。で、1位になったんですね。おー。で、2回目も1位になったかな、忘れましたけど。で、3回目も1位になるっていうか、もう技術がどんどんあの高まっていって、こんなこともできるようになった、あんなこともできるようになったっていう感じでいたんですけど、さんまさんがこう振ったのがいけなかったのかしら、彼女に、はい、あの1位決めなさいみたいなこと言って、はいはい、彼女あのその場で言わなきゃいけなくって、本当だったらあのスタッフの人たちがずっと私についてきていて、その練習から何から全部取っていて、ところが彼女が1位に選んだのが、はい、何でしたっけ、あのレスリング、アニマル花まぐりさん、アニマルさんね、はいはい、お腹丸出しにしてもうこうしてここにあのへのへのもへじ書いていやらしい歌歌ってやったんですよ、その人1位にした、それを夫人を、ね、どうした？ですからもう番組としてはあの私を1位にするべき、週に2回の、あのレッスンか3回のレッスンも一緒に来てましたし、それも朝早くから高めてってたわけですよ。だからもうその番組自身ももうそこで切れちゃう、だって悪いけどわはははとか出てきて、でお腹をゆすってこのへのへのもへじって書いて、その人を1位にする何にもない。だって他にも十数人の方たちが競ってるわけですから。夫人言ったの？これでおかしい。いや、そんなこと言わないですよ、言わないけれども、もうそこで私はもうこの番組出ませんっていう。使えるんですかね、これ。リアルすぎて。だから私が出る番組には彼女は出さないみたいなことにずっとなったんですけど、私はもうあの別にまあ何とも思ってませんよって感じで。昔はなんか右翼の外出センターが就任した時来たのかよ。何ですかそれ。右翼が来たんですか？お庭の鉢を3つもぶつけたの、私があの日本で随一の 人間じゃないですか。えさっき階段上がってきた。あそこの右翼の宣伝家が来て、はい、その上から美人が武器鉢を右翼にガンガン投げたんですよ。あのね、私あのいろんなあの選挙にあの応援したりなんかしてるんで、はい、スピーカーは何度って決まっていて、はいはい、これ以上音を出しちゃいけないっていうのがあるんですよ。音量の規制みたいなんですね。そうそうそう、はい、であと外線車は、ああいう小道に入ってしちゃいけない。へ、小道でもないけれども、ね、大通りには入っちゃいけない、それから前もって警視庁にどこどこを通りますって言っとかなきゃいけない、はいはい、だからああいう個人 の住宅街に入ってくることはないんですよ。それが入ってきて止めて、しかも南妙法蓮華経、南妙法蓮華経、南妙法蓮華経っていう音があるでしょ、はいね、その音を出して夫人の家の前でデビーがどうのこうのって、なんかとにかく私を非難することを言って、夫人に送られたんですかそれを。そう、あすごいで、それが大音響で、はいはい、あの私に対しての非難なんですよ。攻撃攻撃プロテストね、プロテスト、プロテストプロテストなんですよ。で黙れって言って橋を投げたけれども橋がぶつからなかったんですね。でやめないんで私降りてって、怖くないんですか？
あ、怖くなんかないで、その運転する車窓が開いたんで、そのとこ掴んでガーって切らそうとしたんですよ。そしたらパラ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 って警察官が来て、その頃はね、私の家の近くに検察庁長官の公邸があって、いつも警察官たちが7、8人護衛かなんかのためにいたんですね。今いないですけど、その人たちが駆けつけてきたんですよ。そしたら彼を捕まえるならいいわよ、私を羽交い締めにしたんですよ。考えられる？頭にきて、それでもう怒り狂って、ね、まずね、私が何事ですかって言ったら、なんとか啓蒙だよって言ったんです、その男がね。あなた啓蒙っていう漢字書けるって私漢字も書けないくせになんでそんなこと言うとか言って、でもう引きずり出そうって窓から、ね、警察官払って、あなたは外線車この道は入っていいかっていう許可を警視庁から取ってるか、それから拡声器度数、はいはい、それを許可持ってるかって聞いて、でとにかく渋谷警察署に行きましょう、うん、で大丈夫だったの？あ、それで警察署に行って、私がもう警察官にこの男はどこの右翼の所属にしてるのかどうか、警視庁から許可を取ってるかどうか、拡声器の使い方が間違ってないかどうか調べなさいって命令して、でもうね、渋谷警察署がね本当におかしいのは、あ、ちょっと調べてきますって言って、で私その時に何かあったらいけないと思って、私の秘書を同行させたんですよ。でもう秘書に全部あなた録音しなさいって言って、でちょっと調べてきますって言って消えるんですね、警察官が。30分40分待たせるんですよ。でまた、でまた入ってくる、でまた私が怒鳴る、すごい剣幕で怒る、でまた調べてきますって言って下がる、それを 3,4 回繰り返す。でもう4時間5時間6時間経つわけですよね。でこれは警察が困ってるんだな、私を諦めさせて帰させる気だなと、じゃあ右翼の親玉かなんかと、その警察が何かこう、まあ、警察官も困ってるのかなと思って、で結局私を、まあ、クレームを諦めさせる魂胆、それであるんですね。これを使えます？使えないですね。多分。そもそもお二人どこで出会ったんですか？夫人と最初にお会いしたのってあれで、夫人のあなたの紹介？違います。夫人のそのチャリティーイベントに行ったんです僕。あ、そうで？顔出させていただいて、そこで初めて、はい、そこから何回かお食事とかさせてもらって、旅行も連れてってもらってっていう。それはあの前ですか？まああの前か、もちろんその。あ、事件の前です。事件の前、はい、この音楽会が開くことの原因になったのが、はい、あなたの何のあれでしたっけ？ああ、そうだ、僕そうだそうだそうだ、あの若者応援基金っていうのをやって、あ、そうです、した時に無事にゲストで来ていただいたんですよね。そうそうそう、はい、その時に応援資金を出す方を紹介されて、はい、でその方が音楽家たちを応援することをしたいんですけど、どうしたらいいですかねみたいなことを聞かれて、私はある方を紹介したんですね。紹介したんですけれども、いろいろあって、はい、で結局私が最初、私は全然違う方をご紹介したんです。でもそれで井村が再会できたんです、はいはい、だから逆に今度は私があなたに俺を呼んないんじゃないかもしれない。すごい、いいですね。私ね、そうそうそう、あの時ずらっと並んでいて、はい、私の他にゲスト誰でしたっけ？コメディアンかな。そう、コメディアンの方がいらっしゃいましたね。そうね、はい、コメディアンの方がいて、全く全然関係ないようになった男の方が一人いて、私はその方にこの方どなたですかって言ったら、この方が、あ、僕はって言って紹介されて、そうですね、公益財団法人の方ですね、はい、じゃああなたがあの時は1億円出して、はいはい、彼がその1億円を助成金として若い人たちで才能のある人たちを助けようっていうことでしたよね、はい、そうです。普通にネットとかでお金配ったりとかっていうの流行ってたじゃないですか、はい、それだと使い道がはっきりしないんで、ちゃんと公益財団法人に1億円寄付して、ちゃんと国の管理のもと使ってくださいっていうので、あのイベントをやった。その方の縁で、はい、その方に会ってから1年ぐらい経ってからですかね、急にこの方のことを思い出して、そうです、そうです、そうそうだ、そう、若者の未来応援基金の方をあの時の方って電話いただいて紹介したんですよね。そう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 、あなたの縁であの人に会って、そうそうそう、いやでも本当におかげさまで僕もなんとか復活できたんですけど、まだ足りないのがあってですね、僕まだ独身なんですよ。でも32になったんですけど、結婚相手がいないんですけど、どうやったら結婚できますかね。どうやったら結婚できますかね、それがまずおかしい、その言葉が。
どうしたら結婚できますかねじゃなくって、人を愛すという、はい、あの間違いでもいいから、はい、心をかける女性に、ね、あ間違いが起きないんですよね。ちょっと火遊びぐらいで終わっちゃうんですよ。あ待って、今何ですか。火遊び何回もしたらいいじゃない。そうですね、だから火遊びしてます、はい、燃えないです、そっから。あもうね、心失っちゃっている。もう、ね、心失ってるんですかね、もうとにかく、感動しない、感動しなくなると生きたまま化石になる以外ない。生きたまま化石になる以外ない。、うん、まあいろんなことを経験しすぎたっていうのはちょっとあるかも。あでもそれは大変よ。大変ですか。あなたの若さでそうなったら、はい、もう修羅場をくぐりすぎてちょっと。で夫人も結構いろんな修羅場があったんじゃないですか今まで。でもあっても私男性に対しての炎は燃えますよ。燃えますか。いやちょっと見習わないといけないですね僕も。でもハンサムだし、はい、頭脳明晰だしスタイルもいいし、まあ趣味もいい、まあ悪くはないね。まあ女性に憧れられていいはずですよね。だからモテると思うんですけども、大モテよね。一世を、まあ風靡というよりも何か残せたから。まあそうですね、よくも悪くも、はい、でも1500万円の家賃で1年で1億8000万、はい、と収入はその30倍ぐらい。収入って僕その毎月の収入とかじゃなくて、やっぱその株を持ってるんで、その株が結局ね価値になるじゃないですか。売って毎月の収入とかそういう感じじゃないんですよ、ね、あなるほどね。だからまあやっぱ事業家としてやっぱ今、まあ、なんだかんだ言ってすごい頑張ってます。私が見て素敵だなと思うお嬢さん結構いますけどね。結構マッチメイキングやってるんですよ私。別にマッチメイキングやってるんですか。芸能人はどうですか。よくなんかお金持ちって芸能人と結婚するじゃないですか。あれどう思います。私あんまり関心しない。あ、うん、そうですよね。なぜかって一回カメラの前に立つとそれが麻薬のようになって、いつまでもそれを忘れられない女性がいるじゃないですか、はい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 、だから家庭に入っても収まらない。もうカメラの前もう麻薬っすね、カメラの前は麻薬っす。あなたは実業の世界よりもやっぱり、はい、カメラの前にいた方がいい。いや僕やっぱ得意なのは実業ですね、圧倒的に。でも、まあ、これこそね世間を騒がしてしまったんで。もうここから頑張ってます、はい。まあ、でも本当夫人のおかげで本当にありがとうございますって今日言いに来たんで、まあ、よかったなと思うんですけど、夫人最後になんですけど、僕あれから本当に3年ぐらい経ちまして、ようやくこれ角川さんから本を出すことができてですね、夫人にちょっとこれプレゼントしたいなと思いまして、時を稼ぐ男っていう本なんですけど、僕のいろんなお金の稼ぎ方とか生い立ちとかを書いた本で、ちょっとよかったら、はい、受け取ってもらえればなと。私に全く縁のない本だと思うけど。いやいやそんなことない、そんなことない、はい、本当おかげさまでやっとここまでまた戻ってこれましたね。興味ありますよ、読むわ。はい、ありがとうございます。で、あなたは自分を成功者だと自負していて。まあ一応、はい、はいはい、まだまだ頑張りたいですね。これを機にもっと精進します。本当に夫人、本当いつもありがとうございます。今度はうちにも遊びに来てください。はい、ということで今日はありがとうございました。また本当今後ともよろしくお願いします。こちらこそ。